どこでしょうか、ここは。ここは幕張メッセです。よっしゃー。行かれるお客様は横断歩道を渡らずこちらをすぐ左バックへとお進みください。そうたくんはいません。はい、入場口へはこちらを左バックへ奥までお進みください。楽しみだ、ちょっとね、本当に。お客様は横断歩道を渡らずこちらをすぐ左バックへとグッズ売ってるわ。予報、まあ、やっぱね、時間的にね、思ったことは混んでないね。そう、ギリギリなの今ね。ギリギリとか言ってる間に結構歩くの遅いけどね。うん、まあちょっとなんとか楽しみましょう、はい、楽しみましょう。はい、行きます。トイレがすごいです。すごい、うん、ね。で、壁がある。なんかさすがに今から並べないね、あそこには。うん、ね、本当女性は大変だよ、本当に。これの列、ただでさえ女性が多いのに。ね、時間がオープニングアクトが始まっちゃうってよ。写真から写真。そうだね。こちらで指定席かプレミアムチケットを分かれておりますので、お待はい、昨日もお疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。まあ昨日も帰ってすぐ寝たね。いや、もうね、ちょっと遅かったからね、相当ね、寝てしまったので、ちょっと今日翌日で、エンディングを撮っております。はい、でもよかったね、行ってよかった。いや、よかったね、なんか本当にあのサマソニーの時もそうだったけどね、また泣いちゃった。もうスカイハ、なんかなんだかんださ、スカイハイのパフォーマンス生で見たの初めてなんだよね。あ、確かにそうね。そうだよね。そうそう、それでやっぱね、その思いというかさ、のステージに対しての思いというか、会社に対しての思いというか、あとその音楽業界に対しての思いというかね。どこに泣いたの？To the First を。歌ってる時、前回ちょっと MC からのみたいな感じだったじゃん。はい、もうその時に、そっか、もうこのステージを彼はあの、ね、うちらから見たらこんぐらいのサイズでしか見えてないけど、まあ、一人で構想して、まあ、いろんな人のね、あの手伝いというかさ、あって作り上げてっていうのに立ってるんだと思って、なんかブワーってきちゃって、でそれにこう重ねて、私はみたいな私はこういうことをやっていきたいみたいなのをね、なんか、なんて言うんだろう、それに対してみたいな、怖くても進めみたいなそうそう、そういうのがやっぱすごいですね。確かにね。あ、でも面白かったね。面白かったよね。あの、ね、さ、コラボ、俺、あの、やっぱね、東京ゲゲゲと、竜兵くん。竜兵くんすごかったよ。やっぱ表現力すごいわ。で、あとスタイルがすごい綺麗。ね、まずね。ハイヒール履いて。いや、大変だよ。女性でも大変だもん。なんか、キンキーブーツ思い出したわ。ね。ね。なんか、出てほしいよね、ああいうミュージカルとかね。ね。かっこよかった。あとね、なんだっけ、あの、ニューチャプター。はい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 、はい、ね、最後だね。そう、なんか最初とね、ニューチャプターね。あ、ニューチャプター、ニューチャプター何言ってんのニューチャプターね、ニューチャプターね、すごかった。いや、シットキングすごい、うん、全部振り付けやったって言ったもんね、あれね。ね、さすが、ね、かっこよかったね。すごい、そう、シッキンさん出るとなんか安定感がすごいよね。すごい、やっぱ踊らせるって感じだね、本当ね。そうそう、本当踊らされるし、MC、うん、よかった。ね、ビーバースターもちろん。ね。なんかね、やっぱ鳥を飾るアーティストになったんだなって思う。ね。みんなね、アーティストさんいる中でさ。あと声出しすごかったね。うんうん、声出し声援がね。あ、周りがね、うん、皆さんがね、ね。いや、なんかね、ライブ感あったよね。あった。こんな感じだったな、ちょっと嬉しくなるよね。確かに。でもなんか一個だけね、ギフテッドのね、うん、あのギフテッドの時のあのなんかモニター演出だけはちょっと
物申したい感じはあったけどね、ちょっとだけね。なんかね、こう、うん、なんていうんだろう、その炎とかのあの赤い感じのね、うん、やつがこう曖昧間に入るんだよね、それだけが。エフェクトがね。エフェクトがね、うん、アーティストが映らないんだよね。そう。でもなんか後ろからするとそのモニター頼りなとこがあるから、うん、あのアーティストだけはすみませんが、演出はちょっともうね、前方を見れば。その雰囲気はわかるから、うん、モニターはちょっと純粋にアーティストだけを映してほしかったっていう感じだったんだよね。そう、しかも大事なとこでエフェクト入るからさ、そこ見たいのにエフェクト入るんかいみたいなね、うん、そう、大事なところでね、うん、そうそう、ね、わかる、それはね、思ったね、まあ、C ってのはそこだけだね、C っていうなら。でもなんかね、モニターもね、赤的に表面にあったから、そう、見やすかった、ね、見やすかったよね、赤字よかったね、うんうん。そしてあなたのその新曲初披露の弾き方の強さがすごいね。ね、ワンマンも行った時もブーブーバック聞いたし、うん、ね、今日もね、うん、スマイル、今日じゃ昨日か、うん、スマイルアゲインが聞けて、ね、よ、ね、そうそう、うん、楽しみ、スマイルアゲインもどんな関係なのかちゃんと、ね、PV というかね、うん。で、今回すごかったのがね、うん、あのまさかの最後のシーン、ね、あの撮っていいよアンスね、ね、ね、スカイハイがね、SNS で拡散してください。でも本当なんかね、楽しい雰囲気だったからね、うん、これをフルでね、うん、しっかり撮らせていただいたので、うん、この最後に、うん、もうバーンと、そうね、はい、なくさいのであのBE:FIRST知らないとか SKY−HI 知らないっていう方もね、うん、ぜひこれを見てね、うん、おこがましいですけどね、知ってほしいなってやっぱ思うじゃん。確かにね。そうなので、ぜひご覧くださいませませ。はい、はい、いや、でもありがとうございます、よかったです、いけて、はい、はい、お待ちしておりました。今回は当選してね、そうね当選しやすいかな、うんうん、わかんないけど、うん、はい、わけで、はい、最後フルバージョンをお楽しみいただきながら、はい、またみんなでミファー楽しみましょう。はい、ジャパン、ジャニー、バイバイ。
じゃあ。